Join me, 48 hours correspondent Aaron Moriarty, on my podcast, My Life of Crime, as I take on true crime investigations like no other. This season, I'm looking into the labyrinth of crime and secrets within families. I'm cutting straight to the evidence and talking to the people directly involved, including investigators and the families of victims. Listen to My Life of Crime with Aaron Moriarty wherever you get your podcasts. 毎週火曜日神戸金文のキャッッチアップです、はい、引き続き、チャット GPT を始めとする、えー、AI の話をしていきましょうかチャット GPT はあの対話型の AI でに、えー、去年の11月に一般に無料公開されて爆発的にヒットしています。はい えー、これが大きな社会に影響を与えている、まあチャット GPT だけではないんですけど、うん、AI の進出で社会が大きく変わってきてるんじゃないかというふうに感じています。うん、先週3月23日に毎日新聞で、えー、誰も勝てないもぐらたたき SFC 雑誌に、チャット GPT の猛攻撃という記事が載ってたんで、うん、ちょっと気になって読んでみました。えー 2006年に創刊されたアメリカの SF ファンタジー月刊誌クラークス・ワールド・マガジン一般投稿から選ばれた優秀優れた SF 短編作品などを掲載する雑誌なんだそうです<え>一般投稿、うん、ところがこれに AI で作られた小説があ去年の12月に51件寄せられて、はあ 1>, えー、1月には116件と倍増 2>, 2月は20日間で500件を超えてもうたくさんだと受付をやめたという状態です だそうです。うん、えー、まあ再開しなきゃいけないんだけども、再開したら、もし三月末には。えー、どう、人間性と AI アイ性が同数になっているはずだろうというふうに、ね、うん、あの、話してたんだそうです。いや、これすごいなと、小説まで書き始めている。うん、あの、書くときに、こう、プロットとか。 キャラクターとかを自分でどんどん指定していて、うん、この場合どんな小説がかいいだろうかとか、うん、書けるだろうかっていうとあらすじが書いてきてそのあらすじをまた細かく詰めていくみたいな形で作っていくんだそうです、うん、いやーびっくりしましたねこの記事を書いたのは国枝すみれさんという毎日新聞の記者なんですけど、うん、えっと私知ってるもんですからちょっと話聞いてみようかなと思ってですね、えー、ちょっと聞いてみました、はい、アメリカとかではマイクロソフトの AI チャットボットの Bing といいううやつとこの対話し,しているうちにコードネームシドニーっていうんだけどそのいわゆる半分人格持ったみたいな感じでだんだんこう性格が出てきてカップのコードを手に入れたいとかねストーカー化したりして対話してる人に対して、うん、怖い事象が起こってたわけ S <え> SF じゃなくて実際に起きてる話 SF じゃなくてて実際に起きてるの それで私は実はルール破りとかしたくなっちゃうのよね時々とか言ってそのシドニーっていうのが告白したりしてたわけですよ。はあ、で大騒ぎになってそれであの、まあ、AI があの侵食していくことに対してどういうもんかなと思ってたときにやっぱりこの雑誌のことが起こってですごくまあ興味を持ったんですよ。うんうん このシドニーというチャットボットですね、あなたは私のことを愛してるって言い出したんだそうです、うん、でいや、ハッピーに結婚して、今は幸せだよって言うと、いや、そんなことはありません、あなたが愛してるのは私ですって言い出したり怖い。えー、だからそうです、でまあ、その点は、まあ、すでに今は改善されたんだそうですが、うん、まあこういったことがあの起きてるっていうのはもう、私は驚きだったんですよね。うん、それからまああの 絵を描いたりでですね絵もできるようになってしまうしま、うん、ピカソ風に描いてくれとかね言うとそれ風の絵を作ってくると、うんでまあ、こういった状況はあのー、あんまり実感がなくてこれどうなっちゃうんだろうなと、うん、まあさっきの小説を書いてくるもそうですけども、うんえー、不思議なことが起きてます。で絵で言いますと生きてる画家の名前を挙げてなんとかさんのような絵を描いてほしいと言うと、はい と絵が描くんその描いた絵が売りに出されて、うん、本物の生きているアーティストと市場で競合になっているでこれは著作権侵害じゃないかと集団訴訟も起きてるんだとウえーってそんな時代なのと思いましたねうぞむぞの SNS の中の嘘とかデマとかも拾ってくるだけに偏見も拾ってくるしね そういう AI の性質ですよね。すごくダークなものを生み出す可能性がありますね。ありますね。そういうのに答えないようにっていうふうにも仕組みを変えてるみたいですけどね。うん、例えば、ガーシーは逮捕されるべきだと思いますかとか試しに聞いてみたんですけど、はい、そ,はそういう意見には私は答えられませんいうふうに <laughs> 言ってましたね。はああ すっかりこうなんか僕らの生きてる世界が変わってくる可能性がある気がしてます私そう思います私もあのインターネットの登場が世の中をガラリと変えましたよね多分同じぐらいのインパクトを持って社会を変えてくるんじゃないかと言ってる人はいるんですよあ<ー>まあ私もスマホが出たのと同じぐらい変わる可能性がなんかあるなと 思いますあの日常的にこう例えば、ヤフー知恵袋でいろいろ知恵選たりし,しますよね、はい、でもそこには多分まあ答えてる人のレベルもいろいろあるから、ですねそこまで信用しなくてもいいかなっていうときもあるじゃないですか、うんはい、同じように AI に質問してれば答えてくれるでしょ、うん、すぐに即座に。待つ必要もないですよね SNS も含めてあさってきますから、うん、そうすると、そこの中にはデマとかはまあ入ってくるし、うん、まあ偏見、うん、人を憎む心なんていうのも広がる可能性があるので、うん、なんか怖くなってきたんです、うん、でチャット GPT が偏見をおやフェイクニュースを助長する可能性がありますかって、私、聞いてみたら、うん、はい。 偏見やフェイクニュースをすする可能性はありますチャット GPT は大量のテキストデータを学習することによって人間の言語処理を模倣していますがその学習データに偏りやバイアスが含まれている場合出力に反映されることがありますと本人が答えている<ー>まあこれはだからあのそういうことも、えー、勉強しさせられてるんでしょうけどね、うん、いやこれはですねあの大きな倫理観とか道徳マナーみたいなものも変わってくる可能性が あるなと思いますただあの、国枝さんもですね、えーまあ、単なるツールでもあって、良い方、目的でも使えるはずだともおっっしゃっています AI を悪魔化したくはない、例えばその医者がレントゲンの写真を診断するときに、うん、AI は機械だから疲れないし、うんうん、<laughs> もう疲れちゃったとか、めんどくさいとか、あの感情鉄なばらつきもないので、彼らが下読みすることで、その お医者さんの見落としも減るじゃないですか。実際私のお医者さんの友人とかも副作用について詳しく教えてとかチャットボットに聞いて、で、さらにこの副作用に人種の差はあるのとかどんどん対話型で詰めていって、確認しなきゃいけないけど、まあある程度チャットボットはそのいい答えをするっていうふうにすごく評価して、AI はそのどんどん役に立つ方向で使えばいいとは思うんですよ。うん まあこんな使い方もねあって、実際に評価している人もいるということを聞くと、すごく変わると思いますね、お医者さんの世界なんか、これですごい変わりますよね、分からなければちょっとお医者さんも聞けばいいし、事前に聞いておいてもいいでしょうけども、それのやり取りをしながら、見落としがなくなるとか、それからまああの人間は疲れますけど、AI 疲れないので、あっという間に終わるとかね、そういうことが起きうる、使われている、現実化しているということなんだそうですよ。 うん、これはもうびっくりしました、ね、まあ使い方だと思いますが、ね、ただ、創作物に関しては要注意かなというのが、今回お話を聞いてみて感じたことでした、うん、あくまで主体は人間で、創関するものとしてツールがあるっていうね、そ,うねそこは見,見誤らないようにしなきゃいけないなと思いますね、はい、金文のキャッッチアップでした落語家の立川尚志です。 2週間のニュースの中から気になる話題を題材に新作落語をお送りしているポッドキャスト番組「立川賞志のニュース落語」もう聞いていただけましたか政治家の問題発言や動物たちの微笑ましいエピソードなどなど落語の世界でお楽しみくださいアップルスポティファイアマゾングーグルの各ポッドキャストで立川賞志で検索してフォローお願いします また生放送でいち早く番組をチェックしたい方はラジコで RKB ラジオ立川賞賜金サイトを聞いてください満週金曜朝6時半から10時まで生放送中ですさらにこの立川賞賜のニュース落語は本で読むこともできますお近くの書店ネット通販でお買い求めください本と音声両方で立川賞賜のニュース落語どうぞごひいきにめちゃくちゃお得ですからねこれね あ,あ毎週考えてんだよ。